一日お疲れさん。どうもしくです。安井です。平井です。正確です。今日の企画はジョンを超えろエロビアクイズ王決定戦。皆様こんばんは、ジョンです。今回の企画なんですが、皆さんに1人2問ずつエロビアみたいなクイズを持ってきていただいてます。はいはい、僕も2問持ってきてます。はいはい、なので5人で計10問、はい、それぞれの問題に何点答えられるのか、うん、そして教授を超えるジョンを超えるやつは出てくるのかというところをこれからやっていきたいと思います。なるほど。自信ありますか？はい、あります。もう超えるんじゃないですか？なんでそんな自信満々なんですか？あの人だって自分の知識を外に出してるだけで、はい、あんまり知らないっしょ。そうだね。女性のことは分かってない。分かってない。じゃあ受けて出しましょう。飯食われへんし。腕遅いし。あれからコメントついてるんですよ。DM 来るんですよ。ジョンさん腕細いっつって。やめてください。しんどいな。悪口やけど。じゃあ僕はこれから8問連続正解してやりますんで、他のメンバーがどれだけ頑張れるかぜひ見てみてください。それではやっていきましょう。チャンネル登録よろしく。皆さん準備できましたか？はい、はい、では1つ目の問題です。はい、アメリカの調査によると職業が〇〇の男性は離婚率が高く再婚率が低い。これは何のお仕事でしょうか？ちなみに同じ職業の女性にその傾向は見受けられないという。男性特有ですね。なんでやろ。もう一つヒントを渡しましょう。オスの生殖本能をくすぐる相手とよく出会う職業。いや、そういうことやんな。一応これは進化心理学と呼ばれるね、学問によるとこういう仮説なのではないです。スマホ触らない。お願いします。漢字ちょっとしよう。あダメですよ。大学思い出した。じゃあもうさらなるヒントあげちゃおっかな。進化心理学っていう学問によるとなんですけど、二軸で男性は女性を見ておりました。本能的に1が繁殖か生殖可能な残りの年数です、女性が。はい、それともう一つ多産度、特定の年齢で実際に出産する子供の数、20代がピークなんですけど、はい、この2軸で男性は女性を本能的には判断していると。まあそうですよね。このお相手に合う職業ですね。分かんない。誰だろう。ああ、そういうことか。そういうイメージはないけどね。イメージはあんまりないんです。では順に回答をお待ちください。はい、消防士、美容師さん、保育士、教師。保育士だ。正解います。ですよね。誰だろう。正解は世界監督です。おお、言ってました。言ってました。やっぱエロいの当ててくるな。エロいの当ててきますね。ありがとうございます。まあ、先ほど言った繁殖化と多産度が高い女性と触れ合う機会が多いですよね。しかも人数も多いもんな。そうなんです、そうなんです、そうなんです。じゃあ世界監督1点です。ありがとうございます。僕も合ってると思うんですよね。保育士と教師。保育士は多産度が絶対低いですね。生殖できない年齢の女性なので。教師ってそういうこと？高校と大学の教師ですね。生徒だってこと？そうです、生徒をよく見てるので。うろ、確かにこれあんま聞きたくない情報やったな。アメリカの調査の。あ、はい、それでは続いての問題です。はい、男性は一般的にロングヘアを好むと言われていますが、それは〇〇に関する情報を多く読み取れるから。何に関する情報でしょう？はい、もう当たりました。ありがとうございました。いいですね。ヒントは、まあ、先ほどと同じく男は繁殖できるっていうことを本能的には相手をチェックする項目として見ております。来ました。若くても繁殖できない方っていうのもおられますが、自然界ではそれどういう状態でしょうってことですね。若くても。あ、何言ってんの？日本語喋ってる？どんどん分からなくなってきた。よろしいですか？はい、それでは順番に回答オープンです。生殖可能なの？健康、遺伝子、生命力。ああ、なるほど。健康ありえんね。シクロさん正解です。うわあ、そうかそうか。そうやんな。くそ。めっちゃ悔しがってるわ。進化心理学的には男は健康な女性を求めてて、健康な方がね、身ごもる確率が高いと自然界の掟なので、その上で見た目の美しさと髪の美しさを見ていると言われています。髪は健康な人はツヤツヤしてて、今はちょっとよろしくない体型の時はツヤがない状態とか。なんでロングヘアかっていうと、髪が長いってことは数年間のデータが蓄積されてるってことなんですよ。なるほど。髪が短い人は長いデータ見れないんですよ。だから長い髪でずっと綺麗だったら、あ、この子はずっと健康なんだって本能的には男は思ってしまう。すごいな。髪はすごい健康状態が左右されるそうで。へえ、そうなんや。1年に15センチしか伸びないので、60センチあれば4年分のデータが見れますよみたいな話ですね。
女性が髪を切るにしたいのもここに関係してるのかもしれません。面白い、面白いなそれ。じゃあ宿郎さん1点です。ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ失礼いたします。では続いての出題者は安幸です。お願いします。お願いします。僕はもうほんと可愛いやつですけど、お願いします。第3問、好意をする相手が見つからない悩みですか。悩み相談ですか。好意をする相手が見つからないですか。お前の悩み言うか。知らねえよ。いきます、はい、第3問、はい、恋をする相手が見つからないと死んでしまう動物は次のうちどれ。おあ、全然問題。 A マングース、 B ハイエナ、 C ゴリラ、ずる、 D フェレット。はい、これ次の人でしょう。これじゃない多分。 A マングース、 B ハイエナ、 C コウモリ。コウモリ、はい、変わってない。変わってる。 C じゃない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 。こいつ間違えた。じゃあオープン。 A マングース、 B ハイエナ、 D D おフェレット。正解いきますね。はい、フェレットです。よっしゃしゃ D。 え、なんでの言って、なんでえっとな。じゃあ正解。調べてこいや。あの、メスのフェレットだけ死ぬらしいんです。1年間にセックスしなかったら。あー、そうなんだ。なんか、その興奮するなんか、アントロゲンみたいなやつが出ないんだ。そう、出すぎてもう死ぬらしいんで、だいたいペット用のフェレットはもう去勢されてからそうなるらしいんですけど。次いきますね、はい、色に関する問題です。はいはいはい。日本でエロい色といえばピンクですが、はい、スペインでは何色でしょう。あ、ちょっとおもろい。なるほどね。意外なことなんかな。僕は結構意外でしょ。あ、意外ね。僕は誰ちゃうんでしょうか。意外か。真が変かな。いや、そうやね。意外がすごい普通の色の話あると思うんだよな。ヒント入れないですか。ヒントいいですか。僕らのテロップの色に使われてるメンバーがいます。いけるやん。え、じゃあこれいいですか。はい、回答オープン。紫、青、緑色、青。そやろ、お前。いきます、正解。はい、緑色。わあ、意外やな。それは意外やな。意外やな。それは意外やな。緑色のテロップのメンバー誰や。俺。そうだ。じゃエロいやつだと思ってるんだ。スペインか。なんで？緑っていう言葉がもうなんか卑猥っていう意味らしいです。あ、音と雑誌なんだ。アダルトビデオのことを緑の映画って。アダルト雑誌のことを緑の本って言ったりする。へぇ。じゃあ中間報告しておきます。はいはい、4問が終わりまして、今シクロが1ポイント、ジョン0、ソータロ1ポイント、監督2ポイント、僕も0です。ありがとうございます。出題したら監督はもうド変態ということで、エロだなー。まあね、結局緑監督だ。緑監督、緑監督だ。いや、当てたら褒められるんちゃう。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ続いてシクロです。ではいきます。はい、第5問ですね。はい、精液に含まれる精子の量は何パーセント以下。精液はほとんど水らしいです。ですよね。あ、そうなの。何パーかってことで、何パー以下。ちょっとむずいですね。では回答オープン。80%、 5%、 0.1%、 10%。 おお、正解は5%以下です。おお、さすが。さすが教授。さすが教授。教授、これはなんか硬すぎる。マジでこんな少ないんだと思ったけどな。少ないよね。少ないね、これね。かっこいい、マジで。少ないよね。少ないよね、少ない。では、第6問。はい、はい。性的興奮の回数が多い男性ほど〇〇が低い。低い。何が低い。性的興奮の回数が多い。まあ、だからちょっとエッチな男ほど〇〇が低い。え、高いじゃなくて低い方なんだ。ヒント言うと、はい、まだ分からん、俺らは。あ、でももうだいぶそれヒントじゃない。では回答オープン。死別、寿命、不正、死亡率。あー、正解者います。おっ、え、誰。正解は死亡率です。おっ、正解や。でっか。すっげー、でっか。俺なんか寿命かなと思って、どっちかなと思って、今長く生きるか長く死ぬかやなっていう。そうです、頭いい感じっすね。いや、ちょっと熱っ。バカにされてましたよ。熱ケシケシしてる前じゃない。嬉しすぎじゃん。こっちの方にタッパーが持ってやれちゃって。多分エネルギッシュなんでしょうね。っていうことか。惜し
黒い着るで長いなああいう人だな長生きしてるおじいちゃん全員エロいって確かにそうや、そうだ多分ね以上ですいやすごいシュクロ・ジョン・ソウタロウが1ポイントずつで監督が3ポイントですはい、これですでは続いての出題者はヒダイジですお願いしますヒダイジこの中にはヒダーヒダーヒダーうるさいなヒダヒダ言ってるやつまさしくヒダヒダからの問題ですおっちゃん世の中にはメイキというものが存在していますね最近ではメイキを作るという手術が行われているぐらいメイキというものは存在しますね起源は江戸時代まで遡りますが大きく5つのメイキがございますミミズ千匹数の子天丼知ってるのが先出てって巾着タコツボあー全然だそして5つ目にあるのが俵締めあれ違うんだこちらの俵締めとはどのような名器かを答えなさいあ俺全く分からへんミミズ千匹数の子天丼巾着タコツボ俵締め何それ俵締めねきっかけなのなここでヒントと言いますかありがとうございます補足させていただきます俵締めは名器の中でもめったにないとされていますマジ激レア激レアとかあるっすか日田さんはチンコちっちゃいか分からんおヒントの2問ねヒントやなヒントいります特大ヒントあ、こちらこちらですなぜこの名器がめったにないとされているかと言いますとちょっと分かったかもよ、うん、複数の名器が組み合わさったような形だからですあー複数ってことはつまり3つ以上だもんな2つ以上じゃないんだ2つからやとかうまっ知らない数種類だからびっくりしました2からやと思います2からいける2から日本は2からいけますそれではシクロからオープン入れたら抜けなくなる名器入り口も狭くて中も狭い締まりが良く中がビロビロ締まりが良くて中ちょっとブツブツであじゃあ数のことミミズだそうそうそうなるほどいやいいですねこの中に正解者いますおお安井が正解です何なんでよかった泡立ってある中にこう2個こう紐が結んであるじゃないですかあそこから来ていてああそれかタコツボと巾着が組み合わさった女性そっちかタコツボというものが奥が閉まっている巾着というのが入り口が閉まっているこれが合わさって2箇所にこう閉まり口があるよっていうことで俵型っていうことですねなるほどな抜けなくならないですか抜けなくはならないですそれ巾着です組み合わさってないですそれだけ欲しい名器言ってんだよこんな名器あったらいいな続いて、はい、第8問、はい、性感帯というものが世の中にはあると思いますでここはまあ人によって場所が変わると基本的には言われておりますが、はいはい、一般的な性感帯というものがまあいくつか挙げられております、はいはい、その中でアダムス博士が多くの人が感じやすい場所として16箇所の一般的な性感帯を挙げておりますが今から言う場所を除いて3個お答えください耳たぶ、耳の後ろ、耳の中首の後ろ、横、前首ですね、はい、乳首、乳輪外します肛門外しますなぜか書いてないですけどそのクリトリスとかっていうそのダイレクトな場所ももう外しますさあこれだけ外して多分あと10個ぐらいあるのかな3つ答えてくださいあ3つかこれは俺はサービス問題と思ってる。これあるんですけど、3個全部入ってたら1点します。いやーもう全部正解ないからな。おお、すごいな。これ。あ、そっか、そこ忘れた。なんか普通に見られたんですけど普通に見られたんですけどジョンがメモしてくれてたあそれでは回答オープン、はい、脇横腹背中足指背中内太もも脇腰の周り指脇お尻手のひら一つずつ読み上げていくので回答してるものがあったら丸をしてください、はいはい、手首の内側ここですね確かに気持ちいい気持ちいいそうなんやそして続いて禁止とは言ってないからね先生続いていきます顎のライン細かいね書いてる首と近いから顎だとあったな腰おしょしょしょ太ももの内側ああそれもあれかお腹、へそ周りあ、まあ確かに気持ちいい膝の後ろあ、そうそれ履いてねうわ、気持ちいいな頭皮あ、そう、俺それ思ったのあれ、ありなんかいありなんかい、おいだからこれ
多分ほぼ全身なんですけど、その中で特に敏感なところはどこだっていう。なるほど。左なんか。続いて脇の下ですよね。はい。先生、僕2問正解します。この2問リーチ。リーチです。リーチ、リーチ。この2問リーチです。腕の内側、ここですね。あれ、オナニーすんな。幼稚園やった。手のひら側の指、ここってことですね。これ手のひらはどうですか、ダメですか。指ですもんね。指は指はちょっと太いな、斜めひら。あー、足、わかりました。つま先、足の下側、足裏ですね。ですよね。あー、書いてた、書いてた、足裏書いてた。最後が太ももの付け根、お尻の下側、ここですね。気持ちいい、気持ちいい、気持ちいいですね。さあ、ということで、いかがでしたでしょうか。これ背中入ってるの意外じゃないですか。意外な。腰回りで入ったんだろうね。腰上げる。背中で気持ちいいのは背中下だと思った時に、あ、それ腰だと思って。あ、なるほどね。そうそう、腰にしました。腰だわ。素晴らしいですね。はい、では最後の出題者は世界監督です。お願いします。お願いします。いや、皆さん、巨乳はお好きですか。はい、はい。では、もちろん皆さん知ってますよね。この世界で最も巨乳が多い国はどこでしょう。基本的にはこれだが、誰が一番おっぱい愛してるかって話ですよね。その通りです。はい、では回答をお願いします。イギリス、スペイン、エクアドル。あ、イギリスかも。オランダ。あ、オランダ。正解者います。おっしゃー。正解はイギリス。しゃー、イギリスだ。あー、やった。全然そんなイメージないねんけど。イングランドのサポーター大きいよ。あー、これすごい。バカだ。試合を見ろ。イギリスはですね、57% の女性が D カップ以上。まあちょっと、まあ男女の関係問題なんですけど。はい。これラスト。ラスト。はい。お前。人間の女性とした時にはこれ妊娠の率は何パーセントでしょうか。ゴムつけずにってこと。ゴムつけずに。ちなみにネズミの妊娠率 100% でございます。ちなみにチンパンジーは 80% です。あと。はい。え、チンパンジーとそんな変わらんの。人間のチンコ一番でかいからな、霊長類で。うわ、俺2個数字見えてんだけど、どっちだろうな。低い方、高い方。こっちやな。2個数字見えてるって。お前、言ってんやけどな。それでは、正解をお答えください。 5%。 60%。 60%。 え？俺も低いと思ったけど。俺、5か30だった。すごいね、割れましたね、さすがに。正解はいません。うわ、正解は 20% です。あー、そんなもんなんだ。知らなかったじゃん。理由としましてですね、遺伝子にエラーが起こるからすごい高い動物なんですって。へえ。複雑ってこと。複雑ってことですよ。あー、そういうことか。なので低いみたいですね。なるほど。はい、ということで以上でございますね。誰もかすらへん。最後ちょうど終わるじゃん。ラストいつも、いつもなんかください。そうやんな、なんかこの間に俺が箸休めクイズ出して。そうです。俺のおばあちゃんの推定カップ数はいくつでしょうか。答え知ってんの。答え知らんけど、ちっちゃい頃に見たエイジの想定で。エイジの想定で。どっちやろ。こんなにおっぱい好きなのはおばあちゃんがでかいからなのか、おばあちゃんなかったからなのか。推定できるって時点で確かにな。 C、E、G で。俺やん、すんごい大きいおばあちゃん、グランドマザー。そうそうそう。いやー、これけどね、たぶん、あ、あ、大きい。あ、惜しかった。大きい。いいぐらいなんかもな、これ。職場一番近いかもな。では、言いますね。はい。次の、イベントのうち、女性の性欲が高まるイベントはどれでしょうか。はいはいはい。1、キャンプ。2、ライブ。3、花火。あー、わかったかな。うわ、絶対どっちかなんすよ。まあ、どっちかよな。いや、でもまあまあ、これじゃね、さすがに。それでは、正解をお答えください。花火。ライブ。ライブ。花火。わー、当たられましたね。正解は花火。しゃー、そっちか。来ました。ジョンさん、なんで花火のこと答えたんですか。日を見るっていう行為と夜に人と会ってるっていうところが採点にありながら、データ取りやすそうだなと思ったって。キャンプの後、性欲高まりましたかとか言うと、ハービーっていうイベントが取りやすそうだなって思ったっていう。はいはいはい。現実的な考え方やな。シクロさん、何ですか。まあ僕も日見るっていうのと、花火大会の後、ちょっとエロそうやなって。理由はちょっとあれなんですけども、花火って打ち上がったりすると消えるじゃないですか。あの儚さみたいなのがいいらしくて。
あれがなんか生命みたいなものを感じるらしいんですよ。ので、その夜空のそのロマンチックさとその生命さを感じるんで、ちょっとムラつくらしいですよ、女性の方も。はい、ってあるらしいです。エロビア。はい、ということで、すべての出題が終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。結果発表に進めると思います。第1位は、菅井監督です。おー、ありがとうございます。いや、今だ。10問中3ポイントですね。おー、すごいぞ、マジで。第2位、僕とシクロで2ポイントです。ありがとうございます。この時点で監督が教授を超えましたってことですね。お前、エルベで次は僕どうですか？お願いしたいです。いや、この面がいいだろ。絶対おもろいだろ。肘がね。一度と音やすゆきが1点ずつ正解と。はいはいはい。ならはちょっと教育が足りてないかもしれません。あんだけオーナータフルって確かにもっと圧倒的さを見つけてほしいやもんな。3-2-1の中の2点ですよ。ボンですやん。まあ2位なんだよ。大食いもクイズも2位なんだよ。確かにな。2位がオーナータフルったらあ、なるよな。なんでだ、なんでだ。実力です。潔いな。この程度の男だということが証明されましたので、またぜひ面白かったら、はい、コメントくださったらまたやりたいと思いますので、クイズ募集しようよ。あ、クイズ募集しようよ。インスタとかに送ってもらおう。あ、オッケーです。じゃあ、次こんなクイズ解いてほしいよってことがあれば、ぜひ僕の DM に送っていただけたら、はい、今後のクイズの参考にさせていただきます、はい、ということで今日もありがとうございました。やっぱ監督が一番エロ賢かったですね。まあなまあそれにやってきたからな。何をですか？セックス。最低。人生な。女心分からへんのにエロいって最低ですよ、監督。ああ。おんじゃないですよ。決めてください。何？今日も一日。あ、そうそう。あ、言ってるし。今日も一日。お疲れさん。ありがとうございます。